就活生、K ちゃんと学ぶ、日経新聞。トランプ前、米大統領に関連する、刑事裁判が遅れている状況が見受けられる。特に、2021年の連邦議会選挙事件をめぐる裁判は、前大統領が再選を目指す、11月の大統領選後まで、持ち越される可能性が出てきた。これは、前大統領側の遅延戦術が影響しているが、選挙戦への影響は避けられない。連邦最高裁は、この事件における、大統領の免責特権の有無を審理することを発表し、裁判の開始は、最短でも、9月と見られている。また、機密文書の不正取り扱いに関する裁判も、遅れる見込みである。さらに、南部ジョージア州における、大統領選挙結果を覆そうとした罪の裁判は、不倫関係と利益相反疑惑が浮上し、開始未定である。前大統領は、裁判を選挙干渉と批判しているが、約5000万ドルを裁判費用に充てたほか、民事裁判で約4億3000万ドルの支払い命令も受けている。しかし、裁判を支持基盤固めに利用し、公判に必要な出廷も、選挙活動の負担となる。刑事訴追を受けた、大統領経験者が、前大統領が初めてであるため、選挙への影響は予測が難しい状況だ。自民党内での、衆院政治倫理審査会、政倫審をめぐる混乱が、岸田文雄首相の、党内統治の課題を浮き彫りにした。首相の政倫審出席は、与野党間の公開討論の行き詰まりを打開し、2023年度予算案の国会通過を確保するための措置だった。しかし、この動きは、政治不信を深めるリスクを伴った。自民党執行部は、この調整に積極的ではなく、政倫審の開催延期を決定した際の、コミュニケーション不足が指摘されている。茂木敏充幹事長らの調整不足も目立ち、首相との間に距離があるとも見られている。この状況は、内閣支持率の低下と、自民党内での岸田首相への協力意欲の減少をもたらしている。政権浮上の鍵は、派閥幹部らの政治責任の取り方にある。首相は、政倫審での説明責任の果たし方を強調したが、当処分の具体的な方向性は、まだ明らかにされていない。安倍派、5人衆への処分要求が多い中、処分の踏み込み具合が、首相への批判や、党内分断を招く可能性がある。岸田首相にとって、2023年度予算成立後の政権運営は、今後の指導力を問われる正念場となる。日本の音楽シーンでは、洋楽からの離れが顕著になっている。2023年の年間ストリーミングランキング上位100曲に、洋楽が1曲もランクインしない事態が発生した。これは、K-POP の人気上昇と、SNS を通じて、邦楽がバズる現象が背景にある。若者の欧米文化への憧れが薄れつつあり、音楽を国籍にこだわらず、楽しむ傾向が強まっていることが影響している。K-POP は洋楽の要素を取り入れつつ、日本のリスナーの心を掴んでおり、ストリーミングサービス上でのプレイリストには、K-POP が目立つようになっている。一方で、邦楽は、TikTok などでのバズを通じて、爆発的なヒットを記録しており、相対的に洋楽がランクインしにくくなっている。過去には、ビートルズや、1990年代の米国ロック、R&B など、洋楽が日本の音楽シーンに大きな影響を与えてきた。しかし、現在では、リスナーが音楽の国籍を意識せずに楽しむ傾向にあり、洋楽人気の低迷が見られる。それでも、レコード会社は、洋楽の売り方を工夫しており、テイラー・スウィフトの来日時には、特別なプロモーションが行われ、アニメとのタイアップも計画されている。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、待ってます。今日も元気に。いってらっしゃい。